役員連絡会について報告させていただきます。冒頭の二階幹事長の発言については後ほど幹事長からお願いします。森山国対委員長から予算委員会は本日9時から地方公聴会に代わる参考人質疑を行っている。明日はワクチン接種と内外の諸課題をテーマに7時間の集中審議を行う。中央公聴会は24日水曜に行われる見込み。本日の本会議は13時から審議員紹介と聴取贈呈報告の後、地方税法と地方交付税法の趣旨説明質疑を行う。所要1時間30分の見込みとの発言がありました。世耕参院幹事長からは孤独孤立対策については参議院でも一昨年から勉強会を行い研鑽を深めている、しっかり対応していきたいとの発言がありました。下村政調会長からは地震についてはしばらくの間強い余震も想定されるため引き続き災害対策特別委員会を中心に対応していきたい。今週の精神は火曜木曜の定例日に開催、国会提出予定法案を審査予定との発言がありました。総務会は本日11時から開催する、19日金曜にも開催予定との発言がありました。小野寺組織運動本部長、谷団体総局長から、組織運動本部団体総局では昨年10月から11月にかけて予算税制等に関する政策懇談会を全34回開催し、友好団体から令和3年度予算税制改正等に関する要望を聞き、党としての回答を団体ごとに取りまとめた。今後党所属国会議員、選挙区支部長、都道府県連で共有していくとの発言がありました。丸川広報本部長からはネットメディア局ではウィズコロナ時代のネット選挙に対応するためネット活用セミナー全6回の配信を2月1日から開始している、毎週月曜に配信していくとの発言がありました。他の発言内容は昨日の役員会と同様ですので省略させていただきます。それでは幹事長お願いできますでしょうか。小倉さんでございます。2月13日、の深夜、首脳権を希望を示すとする最大、震度6強の地震が発生したことはご承知の通りであります。今後余震だけではなくて、天候等にも十分この影響されることを気を配りながら、まず人命第一でありますから、これに対して警戒感を持って党として政府と十分連絡を取りながら対応してまいりたいと考えております。党大会については党則によって年1回、この開催することに、なっておりますが、総裁が招集することになっており、本年はお手元の資料の通り3月21日日曜日14時に開催したい。正式決定は本日の総会で了承されてからとなりますが、事前に一度皆さんに報告をしておきます。私からはとりあえず以上であります。ご質問があればよろしくお願いします。どうもございましたはい、NHK の関口です。今女性議員の増加に向けた取り組みの紙にされたんですけども、これはどのような扱いで周知に向かったのかということで改めてお願いします。扱いっていうよりも参考になってすでに我々は取り組んでおります。こういうことです。
もさっき当てたな。どう。テレビ朝日の木田です。先ほどの役員連絡会の中で幹事長から今後女性議員を5人程度ずつ参加してもらう考えをお話になったとのことなんですけれども、改めてどういう意図でお話になったのか、またお話になった内容についてお聞かせいただけますでしょうか。まあ、党の役員会以降が男性に偏重されているように言われがちですが、ちゃんと党の規約に基づいて選挙で公明にしかも政愛に選んできているわけですから、何らその上に置いて問題はないわけですが、今後そういう問題についてもっと詳しく政治のこの現場だけではなくて、さらにこの役員会等で、あるいは総務会等でどういう議論がなされているかということが十分ご了解いただくことが大事ですからね、それをご覧に入れようと、こういうことです。はい、すみません、朝日新聞のです。どうぞ。先ほど幹事長のお発言の中にあった党大会についてお伺いします。今年は、衆院の選挙のある年でもありますし、まあ、一方でコロナの影響である程度、まあ、制約の課される形での大会になるかと思いますけれども、幹事長がこの党大会 で、どのようなことを、まあ、党員の皆さんに呼びかけたいか改めてお聞かせください。これは我々は多くの党員の皆さんの声を吸収してそれを吸い上げて、地方組織というのは成り立っているわけです。その組織から選ばれて押し出していただいた人たちが今国政を担当しているわけです。その辺の関係を常に緊密に保ちながらしっかり、国民の声を吸収していく、そういう政党でありたいと思っております。近代政党としては一番大事なことだろうと思っております。はい、読売新聞の谷川と申します。女性活躍の話なんですけども、昨日 の、 その稲田朋美議員がその提言では、女性の候補者を増やしてほしい、候補者を増やしてほしい強調されてましたけれども、国会議員の候補者、女性の候補者を増やす取り組みというのはなかなか現職が多い自民党には難しいと思いますが、どのように対処するか。それ比例区もありますし、あるいは引退してもいいが後継者が見つからないというような人も中にはおられるわけです。立候補の意欲あって、これが議員として適切だというふうなご判断を市の党で得られるのですが、それを具体化していくことの努力は一層党としては支援していきたいと思います。はい、テレビ東京の清松と申します。どうも。先週自民党の若手議員らがですね、下村政調会長に対して、困窮する人たちに限定した個人向けの給付金の支援を提言しました。これに関してちょっと幹事長の受け止めをお願いいたします。個人向けの給付金の支援を提言されたんですけれども、それに対して幹事長の受け止めをお願いいたします。まだ具体的に聞いておりません。はい、ありがとうございます。はい、通信の島です。党大会についてお伺いします。これまで党大会は地方の代表も呼ばれて3000人規模で開催されていたと思うんですけれども、今年はコロナ禍ということもあり、どういう運営をされていくかと思いますか。まあ、このコロナの成り行きといいますか、落ち着きぶりをね、よく見極めるということは大変大事なことでありますが、できれば3000人って言ったらものすごく大手に思いますが、
我が党の党員の数から見るんであるごくわずかな人が集まるわけ。それでもこのいやいやそういう奥の皆さんにですね呼びかけて、まあ、赤坂グランドプリンスホテルですか新高菜ですから限度はあるわけですけど、できるだけ多くの人にご参加いただけるようによろしいでしょうか。党大会に参加していただきますと党の活動をご理解いただく上にて大変大事な役割を効果それが期待できるということが言えると思います。はい、どうぞ。よろしいですが、参院の広島再選挙について自民党の 県連が近く、まあ、早ければ今日にも候補者を決定する見通しですけれども、広島では河合案里さんの事件に関連したこの選挙になりますけれども、党としてどのようにですか。まあ、その経緯をよく伺った上で判断したいと思います。よろしいでしょうか。以上をもちまして、会見を終了します。ありがとうございました。はい。